しばしの間休憩時間として一旦スイッチをオフにしてのんびりさせていただこうかと思います。よかったら皆さんお菓子どうぞ。<ー>ありがとう。今まで一応オンだったみたい。ええ。ぎららに話したのに <laughs>。そうね。そうなんだはい。ああじゃあちょっと高そうなラスク食べよう、ね。これアラスク。おいしい。何ラスクだろうこれ。うん なんかチョコチョコレートみたいな色すねねなんだこれがあるんだったらご飯買ってこなきゃよかったぜあ買ってきたのそうなのなんかこの人がそご飯なのそれおいちょ私最近ねダイエット始めたのえなんかあまりにも 最近痩せなくなってきたから<ー>ちょっと意識的に運動しなければと思って、うん、あ登録だけはもう結構半年以上前からしてたんだけど、うん、ここ2か月ぐらい行けてなかったジムにまた復活させてーパーソナルトレーニングとあと家の近くの24時間走れるみたいなところ両方行ってて。 えらい。そう、でもなんかその筋トレをやんないから、その有酸素だけやっても結局戻るって言うよね。どうなんですか？そうみたい。筋肉はなんか筋トレを十分だか十五分やってからの有酸素運動三十分以上みたいな。うんね、いいらしいけどね。そうなんだよ。えみんなジムとか行ってる？私走ってる。えええ朝か夜？本当は朝がいいんだよねでも。あら昨日も夜走ってさ。うん。えジムでそれとも？ あジムで,ジムでんなんかその夜中も行けるやつだよ <laughs> <laughs>、うん、ねバタン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 ,ンまさかの <laughs> いや私なんか都会のなつうの空気がほんと汚いじゃん肺がやばい <laughs> そんなの肺がやばいに決まってると思って <laughs> あんなに空気取り込む運動をあんな汚ね空気のとこでやったら<い>ほんと寿命縮まるわと思って。<laughs>

なかったらちょっとつまんなくて走れないよね。私もあれラジオ聞きながら走ってるだイプ。ラジコとかね。タイムシフトのやつ。そながらだったら続けられるんですね。そう。な英会話の番組とかやっててちょうど昨日は。 でたまたまジムに私以外誰もいなかったからガ、うん、ランとしてだから一、うん、人でめっちゃ英語を喋りながらはいハマりますはい意識が高い人みたいなすごいねでもそれ人来たら恥ずかしいよね <laughs>、うん、はいそんなところでじそろそろ仕事に戻りますかね。